まずは先発は才木がマウンドに上がりまして、1番の長野ストレート高め、2番の門脇これ変化球フォークで空振り三振ツーアウト、3番の丸はフライです、ファールフライ、立ち上がり良かったですね、球走ってましたね、もうあの目の前の1人っていうかね、1球を全力でね、素晴らしかったです ね。そして先発ジャイアンツは赤星相手に4番の大山、ここはしかし 6-4-3 ダブルプレー、先制点とはならなかったんですね。4回ランナー満塁、チャンスを作って佐藤輝明、ここは空振り三振、ワンアウト満塁と変わります。続くノイジー、ピッチャーゴロ、 1-2-3 のダブルプレー、赤星も非常にね立ち上がり良かったですよね。そうですね、ボールの切れとかね、両投手のいい立ち上がりで、はい、そしてここですね、4番の大山のバットからタイガース先制点が生まれます。6回、これで1-0、ランナーを1人置いて佐藤輝明、センターへバックスクリーン、ツーランホームランで3-0、飛び跳ねるベンチ、伸びますね、いい打球でしたね。7回、先発の才木、岡本にこの一発を浴びます。よく飛びました、よく飛びました、ね、まだまだ。そしてジャイアンツは2人目今村、近本のセカンドゴロを相手のミスで追加点となりました。もう流れタイガースですよ ね、やることなすことがいい方向、いい方向にという、特にこの9月のタイガース。そして最後締めるのは岩崎、瞬間が訪れたという今日のジャイアンツ戦のハイライトをご覧いただきました。